こんにちは。今回は、以前にも取材をさせていただきましたチームウーニャンのウサさん、被災地、いろんな場所に行って、動物のレスキューをする飼い主さんに、依頼をされていろんなところを探していらっしゃる方で活動の、その後というのをあの続きを お届けしたいかなと思います。前の文をご覧になってない方はぜひですね、概要欄にリンクを貼っておきますので、お時間あればそちらをご覧いただいてから、続きを見ていただくとよりよろしいかなと思います。それではどうぞ。そうですね、主にほとんど、1月から石川に行くことがほとんどだったんですけど、普段石川、災害起きてない時に、ちょっと九州の方の、ある施設の、犬猫たちの、活動が入ってるもんですから、そこもちょっと行かなければいけないなと思って、行ってきました。で、そこに今いる犬猫たちを、保護したりとか、幸せにつないだりとかっていうことを してきて、その後ですね、ちょっといくつか、講演会が入ったんですよ。能登の現状を教えてほしいとか、あと私が普段からずっとこう訴え続けてる、ペットと一緒に、同じ部屋に過ごせる、ペット同室避難の、を実現するための、講演会が、結構毎週3週連続入ったりとかして、で、それが終わってからまた、石川の方に向かいました。6月の半ばからですか。行った時にやっと解体がちょっと本格的に始まったかなっていう感じになってて、ちょっと街の感じも変わってきてましたね。今はもう正直言って、もう震災起きたすぐの時っていうのは家のもう近所です。周りを探すんですけど、今ここまでなってくると、もう結構どこに行ってるかわからないぐらい広がってると思います。で、解体工事始まってるから、やっぱり始まればどんどん遠くなっていっちゃうので、大体そうですね。どっち方面ってもう本当にあちこち行っちゃってると思うから、どこを探してもいいぐらいだと思います。だからそれぞれのみんなのうちの猫ちゃんがどこにいるかわからないから、そうですね。大体半径の 1.5 キロ以内は、もう捜索範囲かなと思ってます。だから、その中でももう途方に暮れちゃうと思うんですよ。その中で、やっぱり食べていけないと生きていけないので、餌やりさんがいると思うんです。なので、餌やりさんをとにかく探すことかなと思います。そこに来てる猫ちゃんが、多分たくさん集まってきてると思うんで、ね。そうですね。博士くんの問題は、ちょっといろいろ大きく変化があって、で、実はその、私はずっと飼い主さん、H さんが飼い主さんだっていうことで、ずっとその飼い主さんのところに博士くんを戻してくださいっていうことを、ずっと大網避難所さんの方に、とかお願いしてたんですけども、その、5月の、29日ですね、に、実はその、博士くんの飼い主さんは、博士くんを昔からずっと、飼ってた、家族として住んでた方ではなくって、地震があってから2月の6日に、突然家のところに迷い込んできて、保護した猫だったってことが分かったんですよ。その H さんのご家族みんなで博士くんを迎えたんですけど、私はその中の、娘さんとだけをやり取りしてたもんですから、そんな話を全然聞いてなかったので知らなかったんですよね。お話したら、そうです。2月6日に、突然ちょっと風邪ひいて、もうフラフラの、もうほとんど大変な状態でやってきて、保護したんですって、そこで初めて知ったんです。それで初めて、飼い主さんというか、保護主さんだったんだっていう話になったんですけど、一人の娘さんとしか私話をしてなかったので、ご家族の話も聞きたかったんですよ。なので会いに行きたいことが一つの目的だったんです。それで一番最初に、H さんのご家族のところに会いに行ったんですよ。で、うにゅう町っていうところにいる方で、で、実際会いに行ったら、お家に猫ちゃんすごい20匹ぐらいいるんです。すっごいたくさんいて、びっくりしました。で、外にも猫がいて、で、もともと博士くんとかって去勢されてなかったんで、
もしかしたらちょっとそういう飼い方をしてる方なのかなって思ったら全然違っていて、お家の中にいる子たちは全部病気だったりとか、まあ、すられたりした子たちを拾ってきて、全部避妊去勢して、完全室内外で、みんな可愛らしい、こう、首輪とかしてるんですけど、ね、すごい大事にされてるお家だったんです。それプラス、外の猫ちゃんにもご飯をあげて、でもご飯あげるだけじゃダメだからって言って、避妊去勢をしてる方だったんですよ。で、そういう方って私も知らなかったもんですから、会ってみて初めてそれを知って、すごく嬉しかったんです。で、その地震の当時のことを聞いたんですよ。2月6日にその博士くんの来た話を聞きたいなと思って話を聞いたら、実はその宇乳町っていうところも、避難しなければいけなくて、孤立集落だったんです。全部そのあたりって、二松地区ってところ、7つの集落があって、全部土砂被害があるんですよ。それで、そこに残っていると危ないので、自衛隊によって、まあ、ヘリって、避難しましょうっていうふうになったところなんです。で、すべてのところで、ペットいる方は、ペットを全部連れて行ってよかったんです。その、避難するときに。だったんですけど、その H さんのご家族は、お家に猫は20匹もいる。外にも猫がいる。その猫たちを置いて逃げることはできないって言って、ご家族全員で残ったお家の方だったんです。聞いたらもう、もちろん電気も通ってないし、水もないですよ。で、危ないから避難しろと言われてるんですけど、だって土砂被害もあるわけですね。うん。だから、普通なら怖いですよね。命に関わって危ないからそこから出ていきなさいって言われてるのに、出ていかない選択をしたんですからね。から、うん。じゃあみんながみんなそんなことできるかって言ったらわからないですよね。うん。だから本当すごい、すごいご家族だなと思いました。結局、H さんがお家に残ってくれたので、2月6日に、瀕死の状態で現れた博士くんを見つけて、保護して、助けることができたんですよ。ほとんどすごい風邪ひいてて、瀕死の状態だと、フラフラで、ね。で、急いでもう家に入れて、で、はい。お世話して、元気に なんとかなったって言ってましたね。そしたら急に3月3日に、たまたま本当にもうみんなうちにいるんですけど、たまたま本当にフラッと出てしまって、それっきり。で、探してたんだって言ってました。もうそれを知って、もう本当に私はすごい方だなと思って、この方が残ってたから、ご飯をね、食べれなくなったような猫ちゃんもいないし、今そこにいる子たちはみんなこうやって命を繋いだんだなってことが分かって、すごい方だったんだってことを思いました。もう本当にその時はすごく感動しました。で、2ヶ月間ずっといなくて、どこ行ったか分からなくって、そしたら番組が、の放送があって、2ヶ月後の放送の中に、博士が映っていたもんですから、びっくりして、あれうちの猫だ。で、私に連絡が来たんです。エイジさんのご家族と話したときに、もしも、博士くんに、本当にその飼い主さんがいるのであれば、もし、会えるならば会いたいし、話したいって言われたんですよ。なんでかっていうと、テレビ見ていて、結局今、博士くんは、大網ひなのさんの方にいて、ケージにいる姿の、写真とか見てるんですよね。で、正直言って、ずっとケージにいるなら、やっぱりかわいそうだから、もし許されるんであれば、全然自分のところで、もう、自分の猫じゃなくていいから、預かりでいいから、で、ウニューと大沢って、ちょっと離れてますけど、関東とは全然違うので、会いたければいつでも会いに来れるし、来てもらってもいいし、そういう形で預かりができないだろうかって。で、もしそれでね、飼い主さんの方が、やっぱり迎えられないわってなったら、全然うちは構わないし、預かりって形でもいいから、少しでもその博士くんが、伸び伸びとストレスなく過ごせるような、その環境を提供できればって思うんですってことを相談されたんですよ。なので、その飼い主さんって分かってるんですかって言われたんです。で、私自体はまだそこでは分かってなかったので、なので、それを聞いたのもあったもんですから、だったらそれはもう、その飼い主さんは、ちょっと私も確認したいなと思って、それで訪ねて行ったんです。で、実際、私も最初、
実際本当にその方がどこにいるのかもわからなかったんですけど、まあ、まあ大沢町っていうところにいらっしゃることは聞いてたので、で、まあ、たまたま、まあ、輪島なので、やっぱり狭いですから、まあ、誰かしらすぐわかるんですよね。で、たまたま間に入ってくれた方がいて、まあ、その管理さんってわかって、で、まあ、何回かに分けて、まあ、会いに行ったんですけども、うん。で、まあ、会いに行った目的っていうのは、今お話しした、その、預かりでもできるよっていうお話を提案がしてるんですけども、どうですかっていうお話と、うん。あとは、やっぱり今回のこの騒動で、H さんのこともあまりよく言われてなかったじゃないですか。その、悪く思われてたら嫌だなと思ったんですよ。こういう経緯があって、今、博士君が元気でいるのは、その H さん家族がいたからなんですよってことも伝えたかったんです。うん、だから絶対悪い人じゃなくて、本当に素晴らしい言い方だったんですよってことを、誤解されたくなくって、それも伝えたかったんです。その二つの目的があったので、探して会いに行きました。で、話して、したら、まあ、実際は、まあ、同じ状況ですよね。住んでる場所は違いますけど、どっちも孤立集落になってるんで、避難しなければいけなかった。で、まあ、その飼い主さんは、実際やっぱり、博士くんだけじゃなくって、たくさんの猫をお世話してる方だったんですよ。お外で、ご飯あげて、博士くんもその中の一匹で、去年の1月に突然ひょっこり現れて、そこからいつもお世話してる猫と一緒に、まあ、ご飯あげたりしていたっていう、方でした。で、実際の地震があった時に、やっぱり避難しなければいけなくって、やっぱり土砂災害も怖かったもんですから、患者さんは避難したんですけども、猫の数が多かったので、実際どうしていいか分からず、猫の数が少ない方は猫を連れて逃げてるんですよ。ヘリに乗って。だけど、結局はあまりに多いから、全部連れていくことができないのでってことで、その管理さんは、猫を残して避難されたんです。そういう方だったんです。なので、実はすごくそのことで、まあ、心は痛めていて、で、自分はやっぱり置いていってしまったので、自分が飼い主だっていうことは、名乗りを上げる気はなかったって言われてました。うん、まあ、だけど、まあ、たまたまこういう騒動になって、訪ねて来られたので、まあ、自分だってことが分かっちゃったんだけどもっていうことをおっしゃってましたね。はい。だから、本当ちゃんと、まあ、博士くん、たまたま今博士くんですけど、まあ、博士くんとか、まあ、グレくんですかね。本当の名前はグレくんって名前だったらしいんですけど。そう、グレくんが、まあ今一番いい形でいてくれたらいいなと思うし、本当その、H さんのご家族のところで、ね、もともとお世話してたわけだから、うん、そこでのびのび過ごされることが許されるんだったら、H さんご家族も嬉しいし、飼い主さんも、より近くなるから、もちろん会いに向けるし、それができればいいなとは思いますけど、まあでも、飼い主さんは、やっぱり、信頼できる団体さんに、今預かってもらってるから、それで満足してます、とはおっしゃったんですよ。自分がまた迎えられるような状態が揃うまで、預かってくれるっておっしゃってるんで、っていうふうに言われたから、それは私がどうこうすることもないし、もう実際飼い主さんだってなってる方が言われることが、だと思うので、うん。私はこれ以上どうすることもできないですけど、正直言って、拾ったから保護主っていう、人慣れしてる、まあ、猫がいて、子猫からではなく、成猫で、まあ、今回地震が起きた後、に、たまたま迷い込んできて、ひょんと家にあげた猫だから、保護猫でしょ、保護主でしょ、っていう言われ方をしてるけども、そんなこと言ったら、みんなノラちゃん自分家の家族にしてる人たちは、保護主じゃないですか。飼い主じゃないですよね。うちの猫も、じゃあ私も保護主になっちゃうし、みんなそうなると思うんですよ。だから、
なんかそんな変な言葉にとらわれてるけど、その子を自分の大切な、まあもちろん前に誰かが飼い主さんがいたなら違いますよ。もちろん誰か見つかったら見つかった時に、それは返すべきだし、自分の家族なんでその子っていう人がいたんだったら、もちろん返すべきだけども、そうじゃまだわからない段階だったら、みんな私は飼い主じゃないですかって思うんです。その人が大切だと思って自分の家族なんだよって思ったら、みんな飼い主だと思うんです。うん。ただの保護主のなのにっていう言葉は私は実はずっと引っかかってて、ただの保護主じゃなくて、特に今回のエイさんの場合は、自分の命よりもその場に残って、その、本当に瀕死の状態の一匹の猫を助けた方ですよね。で、お世話をして。うん。だから、ただの保護主じゃなくって、立派な保護してくれた人。うん。猫の命を助けてくれた人だと思うんです。うん。だからそういうことがすごく、なんか違うんじゃないかなって思います。言葉だけで振り回されてしまっていて。うん、もっと自然なものであったし、もっと本当に温かいものであったし、ただ、その子のことを大切にしている思いがあって、起きた出来事っていうんですかね。うん、ただ、それだけのことだったんですよ。うん、そこを、なんか、一番大事なとこだと思うんですけど、そこがどっか行ってしまってて、なんか勝手にこう、騒がれてしまってる。なんか、悪い方向に持っていかれてしまって、騒がれてしまってるっていう感じがすごくしてますね。普通にお話しすれば解決できることだったんじゃないかなって今でも思ってるんです。ちゃんと、まあ、お会いして、まあ、電話でもいいですし、最初は何回か電話したかったですけど、それも、なかなかどんだけ私の方から連絡したいって言っても、それは受けてもらえず、メッセージを送っても、ちゃんとしたお返事はもらえず、で、実際、その大網避難所さんの方まで、伺ったんですよ。で、一回だけ電話が繋がったんです。で、繋がったんですけど、多分、うっかり電話を取られてしまったのかなっていう感じは私は受けていて、で、ちょっと今忙しいので、今日中に折り返しますって言われたんですけど、結局電話かかってこなかったんです。で、その後電話したんですけど、やっぱ繋がらなかったので、で、当時委任状っていうのを、H さんに代わって、私が代理で、お話ししますっていう委任状っていうのを書いてもらってたので、委任状を持って、大網避難所さんの方に伺ったんですよ。でもそこでも、やっぱりお会いできなくって、帰ってきてって、私の方ではもう八方塞がりの状態だったんです。だから、その後、保護主だよってことが分かった後も、私、大網さんの方にメッセージを送ってるんですよね。本当にそろそろきちっとお話してもらえませんかって、ちゃんとお話しすれば、いい方向に解決できるようなことだと思うんですって送ってるんですけど、やっぱりそれに対してのお返事もなくて。だから、もっと本当、早い段階で最初からちゃんと話をすればよかったんじゃないかなって、今でもそれは思ってて、で、私、まだ一度もお会いしたことがないんですよ、大網さんと。で、会ったこともなければ、その電話がたまたま繋がった一回だけの、お話しただけで、全然その交流もなかったんです。だから、大網さんも多分私のこと知らないし、私も大網さんも知らないので、うん。だからやっぱり、こういうのってちゃんと会ってお話をすれば、変な誤解とかも解けたりすることも多いから、今でもちゃんと、会えればお話ししたいなっていう気持ちはありますかね。
最初当初博士くんの話じゃなくって、情報開示のことを私はずっと言い続けたんですよ。なんでかっていうと、私自体が、その地震によって、まあ家屋の倒壊によって逃げてしまった、飼い主さんのいる猫を探すことが一番メインの活動でいたもんですから、飼い主さんから依頼を受けてるわけですよ。だから、普通に被災地で猫がいっぱいいたら、その中に飼い主さんの猫いないかなって、普通に思ってしまうのが私だったんです。だけど、普通に来てる多分猫のことの命を助けようと思ってる保護団体は、きっとそこに飼い主さんが入ってなくって、猫を助けなきゃって言って、猫を助けて保護して、こんなとこで生きていけないよって言って連れて行ってしまう。っていうことが起きてしまってて、どこに連れて行ってもいいんだけども、その猫をどこで保護してどんな猫だったのか、今どこにいるのかだけを情報開示をしてくださいっていうことを言いたかっただけだったんです。で、たまたま、ある別の方、大網さんの、まあ知り合いの方から、大網さんが最初、和島の方から猫10頭保護したよって、で、連れて行かれたよって話を聞いて、最初びっくりして、番組の前ですよ。で、大網さんに、まだ会ったこともなかったんで、その、和島のどこで保護したのか、あとその中にどんな猫を保護したのかをただ知りたかっただけだったんです。で、聞きたかったから、繋いで欲しかったんですけど、繋がることを、間口を広げたくないからっていうふうに言われたって言われて、拒否されてしまって、で、その後、メッセージも送ったけども、ちゃんとした答えももらえず、大網さんはもう全くどこにも、大網さんとは繋がらなくなってしまった。で、その後番組があって、番組に大網さんと浦川さんが出ていたので、びっくりして、その41頭の中に最初聞いた10頭が入ってるのか入ってないのかもわからないし、どういうことなんだろうって、しかも首輪もついてる子もいる、慣れてる子もいる、この子たちってどこにどうなってるんだろうと思ったので、番組に問い合わせたけども、番組の窓口は全然相手にしてくれなくって、私だけじゃなくって、飼い主さんたちからもかなりの数が多分問い合わせしてるんですよ。で、私も聞いたんですけど、今、すごく大事なことなんで、これは番組の方にちゃんと伝えてもらえますかって言ったら、それ以上お答えできませんよ、一点張りで。全く、つなげますも言われなかったので、もうそこもお手上げ状態。で、浦川さんに連絡して聞いても、全然その、はっきりしたことが返ってこない、どうしてるかってことも、言ってることが二点三点してしまって、わからない。で、私自身がもうどうしようもできなくなったので、ちょっと今こんなことが起きてますってことを、私は挙げたんです。だからいきなりボーンとこんなことを起こしてますよって誰かを責めるために上げたわけでは全然ないんですよ。だから情報開示をしてくださいってことを大網さんと、まあテレビの番組がたまたまきっかけでしたけど、その喉に入ってきているいろんな団体が入ってると思うんです。猫たちを助けたくって。でもその助けたいがために連れて行ってしまった猫たちを、まあその団体に向けて、その情報開示をお願いしたいなってことが一番の目的だったんです。うん、そこから、なぜかその情報開示っていうところから、博士くんのことが来て、情報開示がどっか行ってしまって、今博士くんのことばっかりがなってしまってて。うん、私はもう、ほんと情報開示のことをまず一番、今でも言いたいし、実際今でも本当に飼い主さん必死に探しているので、例えば、ね、県外に連れて行かれてなければ、出会えてないだけだったら、探し続ければどっかで出会えるかもしれないけど、遠くに連れて行かれ、飛行機で連れて行かれてしまって、そこから違う家族に渡されてしまったら、もう二度と会えないわけじゃないですか。どんだけ探したって。だからそういったことはやっぱあってはいけないことなんじゃないかなって思うんですよね。だから早く、やっぱりその問題に、もっとちょっと、重要視したいっていうか、はい。をもっと考えていきたいなって思います。いかがでしたでしょうか。たくさんの事柄があるので、整理しながら一つずつ、見ていただきたいなと思うんですけれども、まあ、私たち、東京キャットガーディアンは猫の保護団体なのですけれども、いろんなケースがあって、誰が飼い主さんだったりとか、誰が保護主さんだったりとか、いや、飼い主さんだけど、飼い主さん自体も保護主さんだよね、とか、
いろんなケースがある中で、相手がどんな方か、バックボーンもわからないうちは、やっぱり人と人の、人との交渉として、敬意を持って当たるべきというより、当たった方がいい結果が出るんではないかと思うんですね。一日でも会話情が移るし、長さの問題ではないと思います。どちらで、どんな環境で暮らした方が犬や猫が良かったのかっていうのも、相対的な話、そこに感情っていうものが入るからとても難しいんですが、所有権があるからこっちが強いとか、こういう経緯だったら、判例的にこうだっていうことの、その判例や所有権やっていうことができてくるずっと前の段階として、それらが決まる前にいろんな出来事があって、うまくいかないからじゃあそういうものを作ろうとか法律にしようとかっていうふうに固まっていく時期があったっていうことをちょっと思い出していただいて、その固まっていくまでの議論とか、全部がうまくいくにはどうしたらいいかなってちゃんと気持ちを入れて考えてあげる、ディスカッションもちゃんとするっていうことを抜きにして一足飛びにこう決まってるからこうっていうのはとても乱暴だし、今後の動物の扱いとして怖いことかなと思います。可能でしたらたくさん議論をしましょう、たくさんお話をしましょう。で、その根幹はどっちがっていうことでもなく、権利がとか、いうことではちょっとなく、動物のためにどっちが良かったかなとか、個体の話でなければどっちがより多く助かるかなとか、そういう話が、法に当たる話なのかなと思いますし、皆さんも最終的にはそういうことを望んでくださってるような気がするので、私としてはそういうことをすごくすごく強く訴えながらですね、ケースバイケースのお話をレポートさせていただきたいなと思います。これからも引き続きですね、話題にしていきますので、ぜひご覧ください。それでは今回はこれで、バイバイ。